立命館大学立命館大学理工学部、ウエストウィング立命館大学理工学部は、滋賀県草津市の立命館大学美和湖、草津キャンパスに設置されている理工学部である。立命館大学理工学部は20世紀初頭創立の私立電気工業講習所を源流とし、1949年に設立された学部である。 関西地区の総合大学の理工学部としては、最も早く設立された伝統を有し、理学と工学の融合した研究、教育を行っている。エビーム大立命館大学 ?ABCDE 年表で見る立命館立命館、大学学部長挨拶立命館、大学理工学部エビー立命館学園略、年表11ページ、立命館百年史通史第1巻。 608から619ページ、立命館学園略年表12ページ、立命館学園略年表13ページ、立命館百年史通史、第2巻、264から265ページ、ハット ABCDEFGHI 学生、生徒、児童数立命館大学。ありがとうございます。